トゥビー、ちょっと待ってください。この機械生命体まだ生きてますね。じゃあ破壊を。いえ、その必要はないと思います。駆動部分が破壊されているので攻撃してくる心配はありません。調べてみると何か面白いものが出てくるかもしれません。